大曇天。あ、待って、向こうだよ、あれ。マルゲットがいいの。マルゲットがいいんだって。あっちの塔って何？マンションのとこにあるね。あー！じゃあめっちゃあっちだ。待って。フェイクいいじゃん。結構その看板どこにもでもあるけど。なんでそんなこと言うの？なんでそんなこと言うの？あっちやんな。こんな緩く始まるの？あー、確かに。今日は、ここじゃない。今日はマリオワーシティ福岡へやってきました。ということで今日はマリオワーシティ福岡にやってきました。私たちはノボルトの受付をして、そしてノボルトの時間までに、あ、すみません、ノボルトの時間までにですね、マリオワーシティ福岡を堪能しようという魂胆です。どこやったっけ、あっちやん、あっちじゃん。こんにちは、今日はマリオワーシティ福岡へやってきました。今日はですね、マリノワシティ福岡にはノボルト市にやってきました。ノボルト市マリノワシティノボルト市違う、ノボルト市にノボルト市にマリノワシティノボルト市3丁目2-8705です。ノボルトが15時から17時なんで、今ちょっと時計見えないですけど、あ、15時から10時なんで、それまでにちょっとマリノワシティを反応したいなって。さっきも言ったよね、これマリノワシ、マリノワシティ、マリノワシティ、え、かわいい。あ、観覧車だ。ジャパネットとか通る。え、マジ挨拶しに行かないか。あ、おはようございます。この下だよ。食べに行く人はいなかったの。あ、いる。ね、このクリームのこと、できるし。どれ？美味しそう。美味しいに決まってるよ、あんなもんは。まあ、赤ちゃんが一生懸命歩いてない。1、2、1、2。あ、パパとペアル。パパとペアルここでした。どこから降りるった？あ、あっちから降りるった。あ、そこの。降りるった。あ、そこ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 。あ、あそこだ。今日はマリノワシティ福岡でやってます。今日はです、ミオのエイミーのリングと、みーちゃんからもらった今もちのお揃いのリングです。あ、ちょっとハトが近くにいる。おい、めちゃめちゃ近い。いただきました。ゴーチゲッター、ゴーチゲッター。あれ、あれせでやろうよ。ちょっと奥から、ちょっとこっち寄りよね。あ、ここから出す。うん、そうそうそう。じゃあ行きます。いや、本当ありがとうございます。もう私本当初めてでグータンデルのでめちゃめちゃ楽しみにしてて、まあ、今日はなんか2人のなんか人生観とか、まあ、なんかみんなの価値観についてこうなんか話して分かち合えたらなって思ってすっごい楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いします。楽しみです。もうすごい足取りが軽くて。雷、今からノボルトの時間。ノボルト、ノボルト、ノボルト。オープニング撮らなくていい？あ、2時間ぐらいになったけど。今日はじゃあこっちからこう行こう。あ、これ。はい、ね、いいね、いいね。どん天すぎる。行きまーす。はい。3、2。あ、赤ちゃんの声入ったー。あ、もう行きまーす。赤ちゃん待ちでーす。赤ちゃん待ちでーす。それで行きまーす。どうぞ。3、2、1。今日はマリノワシティ福岡にやってまいりました。私たちが今日体験するのは
こちら登るとだけでありがとうございます。すいません、マリノワシティ福岡で合ってます？あ、マリノワシティ市、マリノワシティ市、あ、登る都市やなかった、登る都市マリノワシティ福岡、マリノの登る都市、はいはい、じゃあもう一回いきます。3、2、1、今日はマリノワシティドボルトシリシリクにドボルトシに来ました。こちらの専用の靴下をいただき300円で購入することができるんですね。こちらの専用の靴下を装着し、次回からはこちらを持ってきていただくという形でやっていただいて、映ってる？はい、ということでマリノワシティ福岡にやってくる、なんか駆け上がってじゃあ行ってきますって言ったそれではナバルトに行ってきます。絶対交番なるやろな、この人。こちらのマリノワシティもういいって、もういいよ、靴下を。ナバルトがですね、3時から17時ということで、現在の時刻は14時25分ということで、13時までの時間ですね、このマリノワシティ福岡で時間を潰していきたいなというふうに思っています。前の方とか、あの、はい、聞かなくて大丈夫で、取材とか。あ、そうです、取材、じゃあお客さん、ゲーセン行かないゲーセン行かないって話をしてくれました。まずお客さん、ちょっとお時間ですか？今日はマリノワシティに何をしに来られたんですか？今日は、今度はあのうちんちに観覧車建てるんで、下見。どんなお家なんでしょうか？そうですね、じゃあ乗せて行ってみましょう。タクシー代を期待するので家に続けてもいいですか？まあいいんですけど、まあ、日本の方なんで、あの本地オーストラリアなんで、あ、そこまでタクシーでついてくる感じで、あ、マリノワシティ何回もノボルトの時間になったのでノボルトに来ました。駐車場パンパンやでなおびっくりした、早くなんかあれだよ、もうアトラクション街だよ知ってる、止まらないで
青春体育部で来たんだけど入ってないねん。うん、いらんって、英子ちゃんのサイン。いらんかも。あ、え、千賀さんやん。しかもメッツ、めっちゃ最近じゃない。メッツ、これ渚さんです。渚さんです。渚さん、おはようございます。鷹の味方収録お願いします。ドッキリです。ちょっと、ドッキリだ。ドッキリでした。もう。
今からね遊んでいきたいと思うんですけど。こっち痛いと思って気づいたらそボタン。手足長くね。泥棒だ泥棒。終わってないよ。たまたまね。
全然天神っていうか福岡名物じゃないんですけど、私たちが大好きな赤からを食べに行きたいと思います。見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。